2016年6月の運勢をお知らせいたします。開運セラピストの美翔です。強みを伝える智翔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三碧木星さんの勝利は雷。雷のように何事もいきなりものすごい勢いで、この言葉がぴったりの三碧木星のあなた、好奇心旺盛で言ったら九星の中でも一番でしょうね。考えるよりも先に行動しちゃう、行動してから考える人です。草木がすくすく育つイメージも三碧木星のあなたそのものです。まず行動なので失敗もたくさんあります。でも行こたれないのが三碧木星のあなた。ただ草木ですので豪雨や暴風雨に耐える強さはないんです。意外に優しくナイーブな要素も持ち合わせているあなたです。その三碧木星のあなたの6月は、一泊水星の素敵なところと五黄土星の気をつけなくちゃいけないところを受け取る1ヶ月となります。ではどんなひとときになりますか。はい、6月は自分の中の元気の元が少なくなってしまった状態になります。ですので自分自身にガソリンを入れる月と思ってくれたら分かりやすいかな。流れに身を任せて現状維持がとても大切です。新たなチャレンジや新しい出会いを求めずに、今ある大切なもの、こと、人をさらに大切にする1ヶ月にしてください。何をするにも、まず深呼吸して穏やかになってから行動することが大切です。と言われると、ちょっとおとなしくしておきましょうねってことですか？まさにそうです。何かあった時に人に頼ったり、甘えたりしてもうまく運んでいかないので、自分自身で解決することを意識してほしいなって思います。ではそうするとどうなりますか。自分で解決していくことで大ごとにならずに済みます。今月は自分の時間を大切に、自分自身磨きに時間を割くのが良いですね。そうですね。では他に気をつけることってありますか。はい、あります。口は災いのもとと言います。いつも以上に自分が発する言葉を意識して、知らないうちに相手を傷つけたり、不快にさせちゃう言葉を口から出さないように注意しましょうね。ガソリンをたっぷり入れる月を意識してくださいね。はい、三碧木星の6月のカレンダーです。炎のマークを見てください。17日と26日と7月5日についております。この日は最強パワーの日です。ものすごいパワーがある日なので、目的や目標が明確な人はこの日にどんどん行ってください。ただいろいろなこと迷ってたり曖昧だったり、そういう人はこの日に何かを行うと八方塞がりになって、逆に災いが生じるというか、思うようにいきません。なので迷ってる人などはこの日はおとなしくしていましょう。剣のマークは暗剣殺といって、予期せぬ災いが起こりやすい日です。注意しましょうね。雲のマークはニッパといって、トラブルにあったり商談約束事が破れたりします。大事な契約などはこの日には行わないようにしましょう。7月の4日は暗剣殺と日波が重なっているので特に注意しましょうね。そして、ハートのマークがラブーンが最強にいい日なのですが、今月は、全般的にないので、一般毎日同じような感じですかね。で、金運のいい日、お金のマークのついてるのが金運のいい日で、また社交運もとてもいいので、この日に貯金を始めたり、また大事な人に会ったりなど、新しい人に会うとか、そういう時にも、この日を利用するといいと思います。6月の三碧木星の、いい方位をお知らせしたいのですが、実は今月は、全て、いいとも悪いとも言えない状態となってます。
今月は三匹木星さんは自分をチャージする月ですので、どこに出かけるのにも注意をして出かけるということを心がけてくださいね。以上になります。